はい、大丈夫。はい、カヨさん、今日お疲れ様でした。はい、今回はなんとレシピ本ということで、はい、もうちょっと顔近づけて、はい、そして、はい、語ってください。はい、今ね、私はコンサルとかホームページ制作をしてるんですけど、その前は中華料理教室をしておりまして、その時に作ったレシピをザザザッと11品ほど。おお、素晴らしい。はい、ぽくすごくぽくなりました。ぽくなってる、ぽくなってる、ぽくなってる。はい、なので、まあ、これをね、あと一品中華ということで、素敵、一つね足りないなという時に食べていただきたいということで、いいじゃないですかね、見ない、あと一品、はい、という感じで作っておりますので、はい、皆さんよろしければ手に取ってください。はい、ありがとうございます。